どうもこんにちは、舞姫大学の特別講義でございます。今回ね、奈美さんの方から個人で稼ぐ、一人で生きる時代、まあ個人の時代がやってきたということでね、お話しいただいたと思います。まあこの個人で稼ぐ時代とかね、まあ個人で自分らしく好きなことで生きていく、まあ様々なキーワードを私たちは聞いてきたわけですけども、いや実際未だになんか組織に属さないとやっていけないよ、不安だよとかね、思われると思うんですよ。確かにね、完全個人ってのはないんですよ。で、むしろ個人で生きていこう、個人で稼ごうと思えば思うほど皆さんのおかげっていうところが際立ってくるんですよね。まあというのがね、会社に勤めてると結構ね、その組織の力でやっていけるところがあるんで、やっぱ安心感とかもありますしね、自分が用意しなくても、まあ、仕事なりそれからキャッシュっていうのが用意されてる場合があります。備品とかもそうですよね。自分で買いに行かなくても、まあいろんなものが会社には揃ってると思うんですよ。で、個人でね、生きていこうと思ったら必要なものは全部自分で調達しないといけないんですよね。まあですんで、結構細々としたところまでめんどくさいです。で、それこそね、書類一つ書くのにも自分ですからね。会社にしてると書類を書くことってそんなにないんじゃないかなと思うんですよ。もちろん会社のね、経営戦略書とかね、それから業務改善提案書とかね、指示されて書くものは結構あると思うんですけども、でもどう言ったらいいのかな、間接部門ですか、総務みたいなことはしないと思うんですよ。もちろん総務部にお勤めの方は、いろいろな会計処理とかね、まあされると思うんですけども、いやでもね、税金の計算とかね、なんか法人を経営してると、まあ個人事業主でもそうなんですけども、必要な書類ってボン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 市役所とか県から送られてくるでしょ。あれ一個一個こういうの開けて対応しなくちゃいけないんですよ。で、まあ今日は忙しいから明日にしようかなと思ったら、気がついたらそれが1ヶ月ぐらい経ってて、お、期限切れてるじゃんみたいなことも結構あってね。で、市役所にすいませんこれ見逃しちゃってって謝りに行ったりとかね再調査とかするわけですよ。まあめんどくさいです。で、個人の時代、個人の時代って言いますけども、個人でいればいるほど、あ、いろんな人のお世話になってんだなってことを感じざるを得ないっていうのは、まあお話した通りだと思いますけども、じゃあそういうことではなくてね、個人で稼いでいこうと思った時に一体何を仕事にすればいいんだってことになります。共通しているのは表現するってことだと思うんですよ。なんか書くとかね、話すとかね、まあなんか伝えることをしないと、そもそも自分の持っている商品やサービスが広がっていかないから売れないってことになります。で、これはね、必須なんですよ。アクセスを取るために自分が発信するってこと。発信が苦手な人とか書くのが苦手な人ってやっぱ稼いでいけないんですよね。何かセールスをしようと思っても、こんな商品があってこんな方に向いてますよ、今だけですよっていうふうにいろんな切り込み方があるんですよね。さあ、その一つがブログだと思います。ブログで稼ぐっていうと、今更ブログで稼げないよって思うでしょ。結構稼げるんですよ、ブログ、ね、じゃあブログお前書いてんのかって言われたら、私はとてもじゃないですよ、もう書いてませんね。あのね、ブログをね、書く時代っていうのは私もありました。最初にネットビジネスのアフィリエイトを始めた時に、私はブログの量産をしてたわけですよ。それこそ1万4000個もブログ作りましたよ。まあ3年がかりだったんですけどね。でもそうするとね、1万4000個のブログっていうのは収入になるわけですよ。実際それで数千万っていう金額を稼げました。ブログでですよ。書くことでですよ。書くことで稼げるんですよ。でも、多分多くの方が、いや自分はブログはどうもって思うんですよ。普段書いてないからなんですよ。書くことによって自分の気持ちが伝わって、そしてフィードバックが来るっていう体験をしてると、書けば反応があるだろうっていう風な先入観ができてきますね。例えば私も YouTube こうやって撮ってますけども、 YouTube の動画を作ると再生回数が上がりますよね。通常で20とか30とか50とか、まあ100とかいったらね、お、結構いったなと思う方ですけども、ちょっと狙ってやると2000、3000たら行くんですよ。まあこういうふうに、どんなネタだったら、どのぐらいの長さだったら、どのぐらい行くかなっていうのが踏めるから、自分のやりたい発信もするんだけども、受けるための発信もたまに混ぜていくんですよね。そうやってチャンネル登録者を少しずつ増やしていきます。もちろん全部受けるものばっかり狙ってやるって作戦もありますけども、そうは言ってもね、自分の表現したいことを素直に表現したいからやってるわけじゃないですか。ですんで、アクセスにつながらなくても言いたいことは YouTube で言わせてもらってるんですよね。まあそんな感じで YouTube がね、量産されていくわけなんですけども、同じようにブログも量産したらどうなるかなってことですよ。
でもブログの量産って生徒めんどくさいでしょ。でも最近はね、ブログっていうのはね、自分で書かないんですよ。ブログはタイトルさえ書けば、方向性さえ設定すると AI が勝手に量産してくれるんで、私自身自分の書いたブログがどこでどんな記事になってるのかわからないんですよ。ただそのブログから報酬が入っていくだけってことになります。だって稼ぎたくてブログやるんで、どんな記事を皆さんに届けようかなってあんまり考えてないですよね。以前はそれでもね、自分で書いていたんですよ。だから時間もかかっていましたし、うん、自分の書いたブログの内容を覚えていたんですけどね、もう何年も書いてないですね。何年も書いてないけども、何年も書いてるんですよ。うん。で、これからね、そのブログでどうやって、ほぼ自動で、ほぼ自動っていうのは完全自動はないですから、タイトルぐらいは考えないといけないですからね。どうやって稼ぐのかってことを順番に紹介していこうと思います。もちろん、この動画、ブログシリーズを見ていると、あなたも稼ぎるようになるんですよ。これはね、結構美味しいです。ブログで自動的に、自分が書いてないブログでも、自分のものとして、アウトプットできれば、そこからね、毎月3万とか5万とか、時には10万とか入ってきたら結構助かるでしょ。うん、そういう風に自分はほとんど手をかけてないのに数万円入ってくるってものをたくさん持っていると、これは全体的にポートフォリオが組めて売り上げも安定するんですよね。だから YouTube 一本でやってると、 YouTube がね、制限食らったら報酬が途端に入んなくなるわけですよ。まあけど、私が YouTube のメンバーシップを、せっかくね、会員さんがいっぱい入ってくれたのに辞めることができたのも、まあ辞めたくて辞めたわけじゃないですけどね、辞めることができたのも他の収入源があるからなんですよ。だから一つに依存しないってことですよね。最初は一つなんですよ。最初は一つなんだけども、その一つがポキンと降りても大丈夫なように、だん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 増やしていくってことです。まあ、そんな形でこれからね、ブログで稼ぐことにもちょっと力を入れて放送してみようかなと思います。それがこの夏の目標ですかね。で、今年中にブログで稼げる人を、まあ、10人ぐらい作れれば、私のブログでの再スタートはまあまあ同じかなというふうに思っております。それじゃあ今回は以上です。これからも皆さんよろしくお願いします。いってらっしゃい。